さっきやつがボイパかもしんないけど俺は違う。何何俺落語。ガキン TV エブリデイヨーヨー俺がデカキンだぜそんな感じじゃないから。ボイパ、ボイパだから。ボイパよ。ヒカキンさんはボイパだよ。いや、ボイパで、うん、ヒカキンやつがボイパかもしれないけど俺は違う。なになに。俺落語。落語、うん、落語でじゃあ、このジャスミンジャスミンちゃん、ちょっと落語でお願いよ。じゃあ落語で紹介紹介、うん。タンタカタン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 。いやー、毎度ね、バカバカしいお話をしてますけども紹介したいと思います、今日は。何を紹介するかって、それはね、見てからのお楽しみ。さあ、今見せますんでね、どうぞ。ジャスミン茶。このジャスミン茶はね、ファミリーマートって知ってるか、みんなお食事どころとかがのね、定番になってるとこなんだけど、そこがね、ジャスミン茶っていうのがあんだよね。これさ、100円でね、昔のお金だとさ、何円かも、それはもう調べてもらえばいいけどさ、それでね、こうやって飲むと、すごいね、鼻がね、スンと香りがきてね、いいんだよね。やってねえよ、デカキンなんてよ長デカキンなんてやってねえんだよ。何デカキンやってないの。ちげえよ。ジロキン、ジロキン、ジロキンやってる。あ、ジロキンやってるよ。あ、そうだ、メガネ、そうだこれ。あ、ジロキン。クオリティ低っ。俺もジロキンも落語でなんか。あ、ジロキンも落語で。ジロキンも落語で。落語で商品紹介流行ってるの今。じゃあ、お願いします。昔懐かしく、ツナマヨ。そうそう、お立ち合い、お立ち合い。ご用途お急ぎでない方はゆっくりと聞いておき、当で山越笠のうち近寄らざる時には桃の色と利方がわからん。当時一人来たりで金に種目を当てたれば金が鳴るやら種目が鳴るやら、トモンとそのこれつかつかつかと走るわ。虎の駒走り虎走り、すぐれの駒取り駒返しくじゃ。ならばお立ち合い、何をなりわいとするやとお尋ねあれば教える。いやでもさすがで結局違うからこっちもな。まあ落語なんてやったことないから。じゃあ最後にさよなら。さよならで。さよならで。ヒカキンさんもやってるから。バイ。そうやるか。知らないか。よろしく。